この辺に来るとはっきり見えるわね。これが終焉の律者よ。へえ、確かにすごいですね。ただここは世界の泡だから、この残骸に本物の終焉の力はない。とはいえ、もし固有世界の終焉の律者が再び活動し始めたら、残骸もそれから力を得るかもしれないわね。じゃあ、もし成婚計画が成就したら？あら、知らないの？成婚計画自体、終焉の力が必要なの。でなければ、人類はどうやって惑星を再構築できるような力を手に入れるの？それは、とにかくあらゆる力と協力しなければ、この世界の泡は消えていくだけよ。別にそのために嘆く必要はないわ。自分で運命を決められないことこそが漁師の海での常識、幻影の逃げられない運命だから。さて、ネガティブな話はやめましょう。これからポジティブなことをするんだもの。